お願いし、あ、はい、大丈夫です。靴ひもの縛り方です。はい、前側はあまりテンションを入れないでください。自分の立ち上がった体重、荷物の重さ、足のむくみなので足が圧迫されるので紐が普通に引っ張られてればいいです。で、ネパールはロックピンが倒すタイプなのでまずロックかけます。ガチャッ、はい、でロックをすれば1回休憩で OK です。で、ここから足を90度だったら90度、立ってる自然な形のまんま靴紐で靴を包むイメージで締めていきます。はい、遠い位置を引っ張ると紐が伸びるので力が逃げます。もったいないです。近くを持って締めたい位置に当てます。で、指で押さえちゃってに力を逃がさないようにレース編み上げます。はい、この程度のテンションが入ってれば緩みません。で、また締めたい位置がここなのでここに当て込みます。はい、で、結果ピンがあったので上から下へフックしてレースを決めます。はい、で、この時にタンの位置を落ち着かせながら次への縛りを準備します。はい、またこちらを縛りたいので力をすねに当てて結果ピンを上から下へ引っ張ります。この程度のテンションで緩みは出ません。で、また次も同じようにすねにグッと当てて結果上から下へピンをフックするだけです。で、最後は普通に縛っていただいて、丸ひもなので必ずほどけてきますから余った部分でもう一言。そういうことですか。はい、なるほど、最後でね。これが靴の縛り方です。ありがとうございます。はい、で、これが私が縛った素人ですね。はい、結構練習するのでかなり変わってくるから。すごい違いますね、これ。うわー、まあ、肝はここ、ここで です、ね、足首のここです。こちらですね。そう、この靴とこの靴の違いはここから上があるかないかなので、うん、一番明確なのは足首のですね。ここはだから特にってことですね。はい、で、まあ、細かいこと言えばさ、インエッジってグッとこうやった時に中で力が逃げない程度に締まってればいいんですよ。なるほど。こうやって内側でグッてやった時に、足が逃げてくるほど力が逃げてっちゃうんで。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい。